はい、どうも広瀬こんちです。久しぶりですかね。今日は2023年になって一発目の埼玉広瀬浩二が行く埼玉ゴールキーパートレーニングの旅ということで、はい、まあ、去年からも結構だいぶ間が空いちゃいましたね。なかなかこうちょっと僕がですねすぐ大学卒業になるんですけど、ちょうど去年の9、10、11月頃が教職、大学で学校の先生の資格も取ったりしてて、それの実習が1ヶ月間丸々ちょっとあったりとか、その後もスクールのイベントが年末あったりとかで、なかなかこうチームに伺うことができてなくて、なかなかこの企画できてなかったんですけど、ちょっと今活動が落ち着いてるので今年一発目の GK トレーニングの旅ということでですね、今日は埼玉県の南部地区ですね、戸田市にある戸田南フットボールクラブさんにお邪魔をしたいと思います。はい、埼玉 GK トレーニングの旅っていうのはですね、まあ僕今このまあチャンネル名にもなっている埼玉ゴールキーパースクールっていうキーパー専門のサッカースクールを今埼玉で運営して活動してるんですけど、またそれとはちょっと別でですね、例えばキーパーを始めたばっかりの子とか専門的な指導を受け入れずに独学でプレーしている選手たちに、正しいこうキーパーの理論だったりとか、短い時間にはなってしまうんですけど教えさせてもらって、キーパーライフが明るくなる方に導けたらいいなということで、まあ、その先のキーパー人生にちょっとでもいい方向に、行ってもらえたらいいなっていう思いでちょっとこういった活動をしてます。風が強いな。風強い。はい、ということで戸田南 UC のゴールキーパー4人に来てもらいました。拍手。はい、はい、よろしくお願いします。はい、頑張りましょう。はい、はい、はい、お願いします。 OK、はい、 OK、はい、じゃあちょっとストップ。結構近いじゃん、距離相手と、はい、相手と距離縮まりました。で、シュートコースって近くなると上と下どっちが怖い？上、上、音ちょっと構え、変えよう。足の幅はさっきと低い。手とお尻下げる、胸張ってる。せーので、手の位置変えて足だけこう隠す。せーの、隠す。ブロックは先につく、相手蹴る前に寄せーので、こう隠しといたら絶対当たる。せーそう、はい、そう、そう、せーの、そう、お尻と手下げる。ナイスキー、オッケーオッケーオッケー。お尻と手下げる。そうで、胸張って、胸張って、そう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 、体を決めせて、ドン、ナイスキー。はい、でさ、ブロックの時に手がこう来ちゃうとチョーンってされた時、ここ守れないでしょ。これ、ここを頑張ってくる。はい、そう、ドン、ナイスキー、まだ、オッケー、シャー。いつも練習会場っていうのはこちらの場所でやられてますか？戸田南小学校で練習しています。時々こういったあの人工芝のグラウンドでも練習ができる。そうですね。あの市内にこういう人工芝のグラウンドであるだとか、はい、サッカー場もありますので、そちらを使うとか。どうする？おーナスキー。おーナスキー、はい。慣れた瞬間にキーパー動いたらこう守れそう。そうそうそう、ボールが動いてるときはキーパーも動ける。ただ相手がもう触りそうだなって、相手が触りそうだなってときにはもうちょっとこう小股のステップ使って、相手触りそう止まって先に作ると、だから低く、そう、ナイスキー、3、2、 OK、 頑張り寄せるとこ、そう、ナイス、こういう場面、これ中物出しちゃダメ、中物出しちゃダメ。2、ナイス、惜しい、はい、触りそう、そう、ほら触りそうだったらもう止まって、そう、はい、ついていく、5、4、ナイス、まだ3、ナイスキー、そう、ナイス、まだ、OK、低く、低く、そう、ナイス、
瞬間はこれ以上突っ込まない。でこれ以上突っ込むと、例えばさ、シュートされなくても相手突っ込んできたらどうするの？かわされちゃうよ、こうやって入れ替わっちゃうから、触りそうになったら止まる。トラップされたらついてく。はい、早く引く。そう、ついてく、なし。まだ3、2、OK。 はい、取れる、ナイスキーパー。はい、相手触りそう、そう、ナイス、まだ相手触りそう、そう、寄せれる、ナイス、まだ、おー、ナイスキー、 OK。 はい、はい、おお。キーパーコーチングできたらしてみて、コーチングディフェンスに2人で協力しないと守れない。そうそうそう、OK。 これは下がっちゃったらもう難しいよ。2人いるんだからもっと簡単に攻めれるはず。はい、はい、そうそう、これもあるよもちろん。わー、詰めたら自分のポジションどうする？そう、上げないとね、裏狙えないよ。はい、リターン、そう、いやー、そう、いけた、自分のポジション、ナスキー、やばい、まだ、いやー、ナスキー、そう、ブロックした後は絶対セカンド生まれるからね、その後までやりますよ。簡単に、ナイス、はい、カッパ、わー、止まったらほら難しくない？そのシュート反応すんの。オッケー、やっきー、ついて、ついて、ついて、ナイス、ナイス、はい、お疲れ様でした。はい、最後ちょっとシュートゲームで遊んだんですけど、1対1の練習1時間ちょっとぐらいみっちりやって、知らないことがもっとあったから、前に出るコツとか、ブロックの押し方とか分かったんで、今度使ってみたいな。いろんなことを学べたので、試合で活かしたい。1対1になった時、ボールが離れた時に前で飛び出す。1対1で前に出て止めるセービングを初めて知ったので、これからも活かしていきたいと思いました。はい、ありがとうございます。なかなかキーパーでね、ご経験のある方でこういう時間を割いている方で練習するという機会がなかなかなかったので、はい、今日先ほど選手がおっしゃったようにですね、セービングの仕方とかですね、学べて非常に良かったと思います。どうもありがとうございます。本当にこのチームは戸田市の選手が多いですね。そうですね、戸田南小学校の、中学生の選手がほとんどですね、はい、戸田からでプロの選手も出しますので、サッカーを活動している選手は非常に多いかなと。はい、1985年の、勝利が出てきてから、再来年ですか、40年も前の練習ですね。で、少年団のチームですね、今、当初の80名ですかね、選手が練習しているので、各学年、たくさんの方に参加していただいて、活発に活動していただいています。団長をはじめ監督、それから指導者ご家のご協力をいただいてですね、団活動をいただきますので、少しでもですね、大会で優勝だとか公式戦で上に行けるような形ですね、頑張っていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。戸田南さんのホームページの方、動画の概要欄に貼らせていただきますので、ありがとうございます。はい、ぜひそちらの方から気になる方はチェックしてみてください。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。